カプセルからなんか拷問器具みたいな、ジス、あれ、ちょっと待って、俺もジス、ジジ、ジジ多くない、最後のジジ、いやー、松明だ、あ、どうぞ、松明だ、それ痛い痛い、あ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 、行った、痛え、おい、なんだやった、4人いたんだろ、ジョジョジョ、4人、4人、4人、セクタムサンプラ、なんか、はなちゃんが腹筋始めた、腹筋始めちゃった、あ、陸の、なんか、できんから、陸のゾロだ、俺は陸のゾロ、行ったり来たりで、でも待って、なんかここ導かれてるんだけど、俺もう行きましょう、導かれて行くしかない、これはロングキープに導かれたぞ。皆さんどうもこんにちは、こんにちは、こんにちは。声優界において霧のような存在とまことしやかにささやかれているフォグエナツキです。霧よりも儚いシルコです。霧だと思ったら自分のヘでした、ミントスです。霧を吸い込みすぎて、いや、吸い込みすぎるとどうなるんだろう、ディモーネ先生です。なんもねえよ絶対。あ、喉が潤ってね、あ、いい感じになりますよね。はい、ということでですね、今日は、はい、霧の王国エンシュラウデッド、こちらね、非常に話題になってる面白そうなね、ゲームなんですけれども、ミントさん、はい、霧の王国の住人としてこれちょっと説明していただけますか。このゲームはですね、まあアクション RPG なんですけど、ほう、マインクラフトのような建築物をがっつり建てれる上に、ほう、なんとダークソウルライクな、ほう、敵も出てきたりとか、なるほど、そしてグライダーで空に飛べたりとか、自由度の非常に高いサバイバルクラフトゲームになっていて、はい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 、ぜひとも皆さんにはプレイしてほしいですね、はい、つまり、はい、神ゲーということですか。いいえ、派遣ゲーです。神ゲーでは生ぬるいです。なるほど、覇気をまとったこのゲーム、じゃあちょっと早速、はい、私キャラクターから、はい、お願いします。あ、お願いします。よし、決まりました。お、はい、はい、小文字の X、うん、はい、キリと X、 なんでなんで、あれ、ディーターの人キリと大文字ね。あ、キリと大文字、はい、なるほど、やっぱキリの王国なんだよ。 Long ago、あ、なんかムービー始まったわ。あ、じゃあまだか。あ、放浪者がエンバーベイルに、あ、参加できる、もうエリクサー、え、これか、祝福となり武器となった。あ、なんかロード、一度エンシェントに覆われていたが、やがて力は解き放たれた。始まった、始まった、権力と不信、そしてそれ以上のものへの憧れ、人類は渇きを癒すためにエリクサーの光線を掘り起こし、大地と引き離した。エリクサーと血液、一滴には一滴、なるほど、このエリクサーを求めて、エリクサーを求めて、まあいろいろと争いがあったりとかっていうね、ね、やっぱりね、エリクサーはもうあらゆるものを回復させますからね。なんだ、何か文字化けした統合体が。時は来た、目覚めるのだ。そんな世界で我々は生き延びていかなきゃいけないと。呪いの霧なんだ。そういうことですな。エリクサーを調子に乗って取ろうとしまくったやつらへの罰みたいな。そういうことだ。あ、生まれたカプセルの中から。カプセルから。カプセルから。なんか拷問器具みたいなこれね。え？ああ、出てきた。俺だ。わあ、すごい。うわ、みんな出てきた。俺のポットの前にうるちゃらしてるもん。おじさん。ジジイが。チッス。あれ、ちょっと待って、俺もジジイ。ジジイ多くない？最後のジジイ。
ジジー遅れてる。私よ。ちょっと待って。ジジー、おい、似てんな。おい、ジジーかぶりしてる。おい、ジジー、似すぎだろ、これ。ちょっと待てよ。ちょっと並ばせろ、並ばせろ。かぶってるって。髪型寄せんなよ、こっちに。なんで全員白髪なんだよ。えぐすぎ、まあ、変えるか。いやいやいや、行こう。いいよ、こうやって。行こう。髪の色全員同じやの、えぐいな、これ。やばいな、おい。肺の地下室。そんなにいなかったけどね、ないっていう。お前はの眠りは長すぎた。フレームボーン、エンバーベイルの王国は倒れ、シラウドに飲み込まれてしまった。そしてそれに抗っている炎がお前を必要として、この荒廃した世界に、これなんていうの、炎の祭壇を建造する場所を見つける。あ、はい、なるほど。拠点をあれか、拠点をね、平原に向かうか。じゃあ行きましょう。あ、なるほど、これスタミナシステムね。スタミナあるね。そうです。ああ、これはあれだね、ブレワイ的なあれだね。あ、そうです、本当にそれです。感じだ。はい、はい。おばあちゃん、休息が必要になったらマップを開く。M とかで開けってことか。あ、来た。はいはいはい。今地下室で、あ、ここがね拠点だ。はい。じゃあこれここに行くんだ。いや、ここ今セットしたから。ああ。行きましょうか。ああ、本当だ。え、なんだこれ。あ、待って。これが何？これ読むと。ええ。はい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 。なるほど、これでとりあえず平原に向かえばいいんだよね。はい、俺の経験則からいくと、はい、もうパラシュート持ってるわ、これ。なるほど、こっから飛べますね、これ。いいっすか。そうですね、いいっすか。そこは、ですね、はいはい、降りていった瞬間に、スペースを押してください。そうだよね。いや降りた瞬間にスペースでパラシュート開くんで、そう、でパッと開くんで、やってください。 OKOK、 行きます。はい、やーっ！おい！え、まだ、いやいやいや、死んでるけど、はい、まあ、死んでるけど、まあ、もう、まあ、でも、でも、死んだら、でも、死んだら、向こうかも、向こうから、よー、ああ、いや、体力3分の1ぐらい削れてんだけど、元気か。あ、こっちじゃない？まだ、こっちから行ける。ローリングどうすんの？ローリングはコントロール。コントロールか。これうわ、コントロールかよ。あ、なんか光ってるよ。あ、はい、で、こう光ってる方向に基本的に行くといいです。なるほどね。おっ、ヒラーンつって持っていいですか、これ。松明だ。あ、どうぞ、松明だ、それ。痛い。FF はないか、大丈夫か。FF ないんだ。ないっす、ないっす。あ、武器の耐久量減ってる。あ、武器の耐久量普通に減るんで、注意してください。長押しで投げるんだね。光が。あ、すごい。さすがにこのぐらいは落下ダメージないんじゃないの。なんかね、大丈夫そう、大丈夫そう。いけ、ある。えぇ、ある。結構いけ、この高さで落下ダメージあるのか。いつも体力ないじゃん、この人。ついてこいと言ったもんね。俺についてこい。で、これいって。おい、これも落下ダメージあるから気をつけろよ。これダメでしょ、絶対。これですけど。ここで？ここはダメでしょ、さすがに。あ、でも、タイマツ。ちょっと試してみてほしいな。お。あ、タイマツ2本目。誰か持ってない？タイマツもう一個あるよ。なんで2本目新しいの拾ったの？いや。やっぱ新品の方が気持ちいいからね。食、なんだ、新色。新色がこれ、エリクサーの汚染地域です。つまりここは。はあ。え、新色してるとどうなんの？あ、だんだんこれあれか、制限時間内に。なんかいるぞ。そうそうそう。これどうする？え、これターゲット。オッケーオッケー。オッケー。ロック。ターゲットロックできてる。オッケーです。オッケー。マウスボタン3でターゲットロック。で、探すでなんだ。素材ね。みんな武器持ってますわ。これを拾っていいですか、アイテム。みんなこれ素材は今日、一人ずつ独立なんだ。そういうじゃないっすわ。オッケー、みんな倒していくぞ。どういうこと。みんなに振られる。おらだからあの拾える。いいね、駅からみんな拾えるんだ。あれ、そうでも拾ったら拾えなくない、他の人。ランダムでみんなに分配されるってこと。あ、それでいいのか。あ、じゃあ、これ置いた。アイボタンで。アイボタン何も持ってない。何も持ってないよ。俺バックに。じゃあ、やっぱ拾った人しか拾えないんじゃない？そういうこと？あ、俺バックにでもね、盾しかないよ。盾持ってるやん。盾持ってるやん。盾装備してよ。あ、これだ。ほんとだ。で、強ー。でも、他なんか、アイテムっぽいやつはないよ。あ、なんか。あ、じゃあ、まあ、OK です。あれあれ、石拾えるよ、なんか石拾える。この辺なんかやったら石、このレシピが、あ、モノパスタ、これ色々拾えるんで。なるほどね。まあ、ここは OK する。よし、とりあえず行くか。
ッケーオッケー、うん、これ体力ないからやばいよ。いやでも縦で縦あるからいけるっしょ。ここでね蘇生するんだ最後の、はい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 、そのスポットで。これも文字化けしてるのはもうしょうがないのこれ。もうこれはしょうがないです。オッケーオッケー。これもうそれ大丈夫。待って待って作業台作れんじゃんもう。ちょ自分作業台もうちょっともうちょっとじゃない？もうちょっと先行って。あ、もちろんあの作業台はちょっと前先前行った方がいいかもしれない。オッケーオッケーオッケー。もうちょっとなんかこれしか作れない。広場あるよ。何？何何？収穫できるよ。収穫ベリー。わあこれこれ不思議。俺にベリー。蜂蜜だー。俺にベリーくれベリー。蜂蜜あるよ。蜂蜜だー。ベリーベリー食べたい。このベリーでヘルスちょっと回復するんで。お願いします。俺食べたい。俺にベリーください。ベリー。ベリーください。マイティストとも。ベリー。ベリー持ってませんか？あるよ。くん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 。ベリー。どうやって落とすのこれ？お姉さんあなたベリーの香りがしますね。どうやって落とすの？ギフト。め、ま、オオカミ。あ、これあれあれあペットです。中身います。ギフト。見てよ、なんだこれ。オッケーオッケーオッケー、これでオッケーぞオッケー。食らってからさ、反撃する前の反射早すぎだろ。怒りゲージ溜まってたんだっけ。ギフト、ギフトどうすんの、はいね、あ、もらってるなんか右クリックしたらギフトって。あ、ミントさんに送っちゃった。あ、オッケーオッケー、俺じゃあ話しようか。うんうんうん、食べさせてもらいます。石装着できたって。ちょっとだけ回復する。有効化済みの食材タイプ、なんだこれ。食べれねえ。キノコだ。ダメだ。え、ちなみになんですけど、B ボタン、あの、見たらやばい、口臭くなった。それ、オカミくん焼いて食ってないでしょ、多分。焼いて食ってない。いや、でもなんか、いい感じに回復はしてるわ、はい、あ、それ多分ブルーベリーの効果っす。え、よし、とりあえず行くぞ。体験好き。まあ、後であの、あ、まあ、手に入る、先生、なんか落ちてるもん拾い始めた。え、めちゃめちゃ、おー、いやーいいだろ、別に落ちてるもん拾ってるだけで、なんでそんなチクられなきゃいけないんだよ。いいだろ、チクリいるんだけど、ほんとにダメなんだよ、落ちてるもん拾ったら。俺も素手だ。いけないの先生、今その辺の落ちてるもん拾ってます。じゃあもう絶対拾わないで。じゃあ拾わないでくださいね、落ちてるもの。落ちてても、落ちても拾わないでくださいよ。絶対拾わないで。拾ったとは言うからね。ここの土地の管理者にちゃんと連絡してね。やばい、なんかいる。助けて。何も拾えません。ゴブリンがいる。ゴブリン、ゴブリンがいる。任せろ。ゴブリンみたいのがいる、こっち。ゴブリンは任せろ。あれ誰かやって。ゴブリン任せろ、俺が。オーケー、これハウス、ハウスや。オーケーオーケーオーケー、俺タイマー張る、タイマー赤に落ちてる。オーケー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 、路上のキノコ。オーケー、路上の伝説の俺が任せろ、俺。やばい、やばいよ。うらやばい。こいつ硬い。じゃあ殴れ、みんな殴るしかない。やれやれ、やった。4人いたんだ、路上の伝説。4人いたんだ、4人いたんだ。俺は全員知らなかったか。全員白髪だからね。全員路上の伝説なんだよ、俺ら。多重影分身と言っても過言ではない。路上の伝説強いところだし。なんなんこれ、シュラウド奉仕。そこにキノコ落ちてたよ。盾とか落とせよ。ね、紐欲しいんだけど俺めっちゃ。え、え、ね、なんかクラフトするんすか。そう、石斧みたいな。あ、弓ね。あの紐は V ボタン押してもらって、うん、チョコセイク持ってたら紐作れます。あ、そうなんだ。あ、武器、あ、弓ある。お、弓俺作れるよ。弓作れる。あ、じゃあ俺ワンド作ろう。ワンド作っちゃえ、ワンド作っちゃえ。じゃあ自分魔法使いロールプレイいつか。いいよ。え、なんか変な虫いる。私じゃあレンジャーティーチャーいきます。レンジャーティーチャーナイス。じゃあ普通じゃあゲレーやっときます。オッケーです。これなんだ、コントランスハンマー。やばい、なんか変な、これは建築か。ビレは待って、あ、倒しました。あーあーナイス。あーあなんだ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 。チリコさんがはいノラのウサギを命を奪った上にやりましたね、あなた。チリコさん、なんでそこしたの。えやりましたね、あなた。俺が生きるために人、物は。あーあー、今、ハラちゃんが人が倒したやつ素材だけを持ってきました。うるせえな。ねえ、なんだよこれ。ここ何作ってんの。チクリ部隊は何なんですかこれ。コブラの最大作った。なんだここチクリ部隊は。なるほどね。あ、みんな、あ、見てください。先生があっち一人で動いてます。チクリ部隊なんてもう。うざすぎ。チクリおじさん。うるせえ本当に。はい、起きました、起きました。うざすぎ。オッケーオッケー。はいはいはい。え、これキーさん殴っても枝取れない。ホムラを感じる。感じ、一応取れるけど、あの斧作ってほしいですよ、斧。なるほどね、アップグレードとか強化とか。 B ボタン押してもらって、小枝と石と紐で作れるんで。小枝が足りないよ。ちょっと待って、次のあれ出たよ。あ、これであげますよ。クエスト出たよ。これ熱いっすよ、これね。眠れる生存者を探せだって。小枝オッケー、先生通して。眠れる生存者を探せ。眠れる生存者、はい、オッケー、こっち送ります。え、このさ、ホムラの祭壇があるときはさ、建築ができるの、
あ、そうです、ここのエリアからその今このホブラをあれですか、はい、E ボタンを押してもらって、はいはい、40×40×40 って書いてると思うんですけど、その高さ横をはあ、あ、なるほど、素材へぇ、で、いろいろここがレベル上げていくと、その建築できるエリアがどんどん増えていく。なるほど、ちょっと自分、魔法いいっすか、まる、まる、魔法、あ、いいっす、もう打てんの、はい、言ってください、打ってください、まず、もうルーモス状態よ、やってください、いきます、はい、おい、もう賢者の魔法いっちゃうよ、うん、いいよ、お願いします、賢者のセクタムセンプラおい、なんだそりゃ、飛んでった、舐めてんのか、まあまあ一応先輩も、いやでも当たれば、当たればすごいのか、3ダメージ、3ダメ、まあまあ最初そのまま俺が、おし、手伝う、これで気を取って、気を取って、ね、あ、これみんな盾作りましょうか、大丈夫ですか、あ、そうね、じゃあ次の目的地行くか、あ、スキルポイント、あ、好きな目的地行く、行きましょうか、キノコありますよ、行こう行こう、キノコ拾っといて、許す、石拾ってく、石あるなら拾ってた方がいい、まあ、今コンボ持ってます、なんかいる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 、ウサギか、ホタル、ホタル拾いましたよ、あ、このゲーム大きな特徴で一つあって、結構小物いっぱい作れます、家の中に、ちょっと待って、魔法当たってなさすぎない、弱すぎる、オッケーオッケー、全然当たってないです、弓強すぎない、魔法全然当たってないです、ちなみに、あ、でも弓は分かった分かった、レンジが弓よりも中距離なんだ、うん、あ、でもホーミングするっぽい、あ、え、ホーミング厚、へえ、ちなみになんですけど、ハーフちゃんのせい魔法実は魔法じゃないんですよ、まだ、え、あれなんだ、それ、空中攻撃、それ言ったらサブ魔法って感じ、ね、あ、サブ魔法ね、それサブ魔法、大魔法じゃないんだね、大魔法じゃないです、ね、あっちになんかあるよ、フックがないと進めませんだって、家みたいな、あ、そうです、これ道具使いとここ行く、なるほどね、シュラウドを越えなきゃいけないんだ。見る？あ、ちょっと襲いに行きますか。家見てみる。あ、行きましょう。家見てみる。なんかやってる？もう人いるかな。あ、なんかあるここに。あ、寝れる寝れる。あ、ここに宝箱みたいなのあるよ。ちょっと待って。行く行く行く。宝箱取って。行く行く行く。え？なんか花ちゃんが腹筋始めた。腹筋始めちゃった？腹筋始めた。宝箱あるよ。本当だ。まず宝箱から行くか。あ、弓いっぱいあるよ。先生これ取りね。うわ、欲しい。あざす。うわ、あっち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 、あー、ここのね、キャプテンアークライトはね、うん、あの、山賊に包囲されてもう、うん、体力の限界っぽかったね、はあ、なるほど、じゃあ俺たちは山賊を倒さなきゃいけないね、これはね、山賊狩りか、あー、山賊狩りのゾロあー、陸のゾロだ、俺は陸のゾロ、陸のゾロだ、陸のゾロ魔法使ってくんのかな、陸すぎだろ、陸すぎだろ、あ、ここにも矢あるよ、ここにも矢あるよ、やった、そんなに矢あるの、いや嬉しい、買ってますよ、え、いや欲しい、うわ、ここ侵食してる、うえ、ここダメだ、キャプテンの日誌、ちょっと待って、フックが必要って言ったよね、ちょ、俺フック作れるか見てみるわ、お願いします、あとクラフトの作業台作ってから見た方がいいかもしれません、あー、作業台ね、丸太と紐が必要だね、はい、紐はクラフトで作れるから、うん、丸太があと6個、丸太はこれ全部出します、丸太はね、丸太を花ちゃんに、はい、ギフト、はい、送ります、ナイス、どうぞ、オッケーオッケーオッケー、じゃあ作業台私作らせてもらいます、オッケーです、一応ですけど、はい、そのベースのところしか作れないんで、あ、あれ、ホムラの祭壇、あ、そう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 、じゃあホムラの祭壇も作ればいいってこと、あ、でも置ける場所が決まってんだ、ホムラの祭壇置ける場所決まってる感じですね、じゃあ戻るぞー、え、なんか違う場所来てない、ここ、あ、ちなみにこのゲームめちゃくちゃ便利なのが、うん、そのマップ開いてもらって、そのホームレベル一応のところ左クリックしたらファストトレ飛べるんです、あー、すごいね、すぐ行ったり来たりで、え、でも待って、なんかここ導かれてるんだけど、これもう行きましょう、導かれたら行くしかない、これはロングキープに導かれたぞ、なんだ、絶対なんかあるって、ほらもうまだ暖かいもん、シュラウドを超える、お、家まだ暖かいもん、あ、そうだ、わ、ここにな、樽ある、またなんか本みたいな、これ読めた方がいいよ、本みたいな、あ、一応 本読むと、あのサブクエとか原子炉って言ってるんで、結構おすすめです、果てしねえな、これ何これ、ヤニ木製ブロック、ヤニ、おい、ちょっと暗くなってきたぞ、やばいな、ちょっと戻るか、俺たちもホームに、ホームどこ、俺ら M 開いて、うん、ホームレベル1ファーストトラベル、
ホームレベル 1? うわぁ、これか。すごい大魔法使いや。俺しか多分飛べないかも、この MP 用じゃないと。ほらもう誰も飛んできてないもん。それで俺マークしてないから無理か。今もうメロン飛んでます。